それぞれがそれぞれを立たせるというか、それぞれにエッジを効かせる、それぞれを尖らせることを可能にしてるんですよね。私が命をかけるから。この番組はコラボスポンサーでしょうな。お送りします。あ、どうもこんにちは、マホンでございます。ちょっとすいません、見ない間にちょっと見た目変わってしまったんですけれども、ちょっとスタイル変えてこれからお送りしようと思いますんで、何卒よろしくお願いいたします。ね、めっちゃ可愛くないこれ。お気に入りのブランドの T シャツとともに今日はお送りしたいと思っております。マイスクリーム講師のデスノリンさんもでございます。今日もよろしくお願いします。今日はなんと城町のアブちゃんさん、いや、アブチさん、まあちょっとどう呼んだらいいのかわからないですが、まあ城町ボーカルのアブちゃんさんについて今日は解説していきたいと思います。まあこの方といえばね、最近記憶に新しいのが、まあ某ザ・ファーストテイクに推しの子のね、メフィストが上がっておりましたけれども、相変わらずやばかったよね。あれを見てちょっとやっぱこう解説欲が湧き立っちゃって、まあ、リアクション動画でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとこう発声に関してよりちょっとこう深掘りしたような動画を撮りたいなと思って今回お送りしようと思います。ちょっとね、まあ先生ではありますけれども、ジョバチもともと好きですよという方とか、これから発声勉強していきたいんだという方にも参考になる内容にしておりますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。こんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係の話とか、リアクション動画、ボイトレ関係の動画などなどアップしておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方はよろしくお願いします。あとこの時点で高評価していただけるとめっちゃモチベになるので嬉しいです。ぜひお願いします。ということで本編いっちゃいましょう。はい、ということでやっていきたいんですけど、もういいか。もういいこのくらい。オッケー、すいません。ということで、まあ、今日は、まあ、アブちゃんさんと呼びましょうか。まあ、アブちゃんさんの特徴、今日は大きく3つに分けてご紹介していきたいと思います。じゃあ早速、まず1つ目なんですけれども、アブちゃんさんはですね、超地声型でございます。これまず一番大きな特徴かなと思っていまして、これね、ちょっと別の言い方をしますと、これボイトレちょっとかじってる人じゃないとわからないかもしれないんですけれども、ミックスボイスを使った歌唱を行っていないです。基本的には。まあ声って大きく分けて、裏声、地声、あとはまあその間のミックスボイスっていう声が、まあ大きくはこの3種類に分かれて、発声、まあ歌っていうのを行っていくんですけれども、アブジェンさんはこの真ん中に位置するミックスボイスっていうのを基本的に使ってないと思います。めちゃくちゃ地声と、めちゃくちゃ裏声、ここを完全にパキって分けてるんですよね。これが非常に大きな特徴の一つかな、珍しいところかなと思います。まあ聞いてるとね、結構わかりますよね。結構やっぱこうドスの効いたというか、結構こうドンキで殴ってくる感じの、まあいい意味ですよ、もちろん。で、殴ってくるのはすごく力強い声で、お歌になられるじゃないですか。で、裏声になった時、ハイトーンになった時にはもうそれと裏腹にものすごくこう高い音色で響きで、歌いますよね。このミックスボイスを使わないで超地声か超裏声かに分けることによって、このギャップというか、それぞれがそれぞれを立たせるというか、それぞれにエッジを効かせる、それぞれを尖らせることを可能にしてるんですよね。まあね、まあボイトレ的には地声のことをチェストボイス、まあ文字通りね、この胸を使った発声ですよとか、裏声のことはヘッドボイス、この頭の方に声を響かせて出していきますよみたいな言い方をするんですけど、もう本当にその文字通り、地声はもうかなりチェストで出していく、そして裏声はかなりヘッドで出していくっていうような、こう使い分けを常々されているように印象がありますね。で、まあここはね、もうあえてだと思います。あのね、アブちゃんさんほどのボーカリストはミックスボイス出そうと思ったらもう出るよ、出ると思います。出るけど、やっぱそのなんだろう、ある種個性を失うリスクもあるわけです。ミックスボイスっていうのはそういう側面も正直あります。あるから、もうここはもうパキっていこうってなってるんだと思うんですよね。ここのスタイルを貫くぞっていう感じだと思います。で、仮にですよ、アブジャンさんがミックスボイスを使うという世界線に我々が生きてたらどうなるかというと、それこそね、例えばメフィストで、ちょっと僕なんかで申し訳ないんですけど、やってみると、サビ。ミックスボイスを使ってしまうと、私が命をかけるから、あげるから、こんな感じになってしまいます。で、今ね、ここを一部だけやったから、そんなにこう、目立たないかもしれないですけど、これが一曲通してになると、やっぱちょっとこう、城鉢のこの、エンジーな感じというか、尖った感じっていうのは、世界観として出なくなっちゃうんじゃないかなと思うんですけど、だからやっぱり、雰囲気を出していくためには、私が命をかけるから、あげるから、ぐらい、言っちゃった方が、出ますよね、世界観っていうのは。特に、やっぱりね、こう、ミックスボイスってバランスのいい発声なので、この地声の部分と裏声の部分と、まあその中間の部分っていうのの差がやっぱりあんまりなくなっちゃって、
悪く言うとのっぺりしちゃうことが多いんですよね。もちろん、上手になってくれば、これ抑揚もつけられるんですけれども、尖った部分ってのはやっぱどうしても少なくなってくると思います。でもこれだけ地声と裏声を分けると、こうやっぱこう、しゃがんだ分ジャンプできるというか、私がからの、命はっていう感じでこう、まあ、この落差っていうのがさ、やっぱぐさっとくるわけですよね。まあで、これをね、裏付ける一個としては、ジョーバチの楽曲の多くは、地声の最高音が、まあ、F4 前後ぐらいに設定されてると思います。で、まあ、この音域っていうのはやっぱりこの、できるだけ地声を残した時に出せる高い音のマックス付近になるんですよね。だからここまではギリギリ使うけれども、そこからはパキッともうこう裏声に分けちゃって、振り分けちゃっているっていうことなんだと思います。これがまずね、特徴の1個目で僕もすごく大好きな部分です。なかなかいませんよ。僕昔ね、カエンカバーさせてもらったんですけど、これね、すごい意識して歌ったので、皆さんまだお聞き慣れてない方ぜひお願いします。ということで次です。特徴の2つ目。ディストーションの支えを常に使っている。これです。ディストーションって何かっていうと、歪み声のことですね。こういう感じの歪んでいる声。まあ、そのボイトレ用語では、カセータリとか呼ばれたりもするんですけれども、まあ、いわゆるガナリーだったり、まあ、僕の専門とするところで言うと、スクリーム、デスボイスとかの時に使う成分。こう、ビリビリビリっていう成分のことになります。アブちゃんさんもね、よくこう、ガナリ、よくお使いになられるじゃないですか。今、いろんな種類のガナリがあると思いますけど、いろいろお使いになりますよね。まあ、それのことです。で、ディストーションの支えって何ってことなんですけど、アブちゃんさんの声ってやっぱこう、ね、いい意味ですごく特徴的だなって皆さん思いませんか？これの正体が、ディストーションの支えなんですよね。まあ、これ聞いてもらうとね、わかりやすいと思うので、さっきのね、もしもシリーズじゃないですけど、これがなかった場合の、世界線のメフィスト。まあ、A メロとかでやってみるんだとすると、まずは、ちょっとこう、クリーンな感じっていうか、いわゆるザ・ミックスボイスにつながるような感じだったら、波のスタンスじゃなびかない、星は宝石の憧れ。まあ、こういう感じになってくるのかな、思うんですけど、ちょっとファッファッファーみたいな感じになってくると思うんですけど、で、アブちゃんさん風味を入れてみると、波のスタンスじゃなびかない、星は宝石の憧れ。まあ、こんな感じになってくるのかなと思います。これはでもがなってないじゃんって思うじゃないですか。がなってないんですけど、いつでもがなれるぜぐらいの感じで歌ってるんですよ。まあちょっとね、波のスタンスじゃなびかないだとちょっとこう、ちょっと湘南の風すぎるから、湘南の風を感じすぎるからさ、ちょっと美味しいパスタ作り始めちゃう感じがあるので、これだとまたちょっと、風味がね、変わってしまうと思うんですけれども、ここまでいかないけどね、ぐらいで歌ってるわけですね。私はいつでもがなれますよっていう、ぐらいの感じで歌ってあげると、こういうね、独自のこう、エッジの立った感じで歌えるので、こういうちょっとエッジの効いた感じで歌いたいよって方は、がなりのね、支えっていうのを意識してもらうと、結構いいことがあります。で、やっぱりこういう状態で、割と常に歌ってらっしゃるので、がなりをいつでも入れられてますよね。もうずっと持ち歩いてる、がなりをね。うん。がなりという概念を常に持ち歩いてるから。だからまあたまにあるじゃないですか。こう、あ、やべ。がなり、ちょっと、あ、家に置いてきちったわ、みたいな時も、アブちゃんさんがそばにいれば、大丈夫、つってこう、渡してくれるから。大丈夫です。あとね、これね、ちょっとマニアックなんですけど、母音がすごくね、特徴的なんですよ。それこそさっきの憧れの部分とか、憧れ、憧れ、こうなんだろう。ボインって感じ雑今世界で一番雑だった説明が母音の一個一個が非常にこう粒立っていて一音一音ぶん殴ってくる感じこれね割とね出現率高いのでジョーバチの曲聴くときにこれ母音で確かにこれ母音を武器にしてるわみたいな母音でぶん殴ってきてるアブちゃんっていうのを着目してみると面白いかもしれないですねこれもですねディストーションマスターしてる人の特徴でございますということであっという間に一個二個発表して、参りましたけれども最後の一つは呼吸、ブレスの使い方がめちゃめちゃうまいよってことなんですよ。まあ、ブレス、呼吸、まあ、吸うことも吐くことも含めておりますけれども、これがもう本当に扱いがうまい。で、まあなんか別の言い方するんだとすると、やりとりが早いっていうんですかね。レスポンスが早いっていうんですかね。吸うのも早いし、吐くのも早いみたいな感じで、超小回り効くような感じなんですよね、アブちゃんさんね。これはなんでかというと、アブちゃんさんって本当にいろいろな声の種類で、もう一曲の中でいろいろなこう役をある種演じて歌うじゃないですか。これを可能にするには、とにかくこの呼吸をぶん回していくしかないんですよ。
まあ、僕もデスボイスとかホイッスルボイスとか、まあ、いろんな声で歌うことが多いし、僕の歌ってみた動画とかの、まあ、一個の武器にしてるわけなんですけど、まあ、そういう時はもうね、もうやっぱりこう、毎回毎回人格を入れ替えていくわけなんですけど、まあ、それをこう、やっぱ、呼気でスイッチングしてるような意識は結構ありますね。アムシャンさんもおそらくそうなんだと思うんですよね。それこそ、あれだけの地声と裏声をこう使い分けていく、切り替えていく時っていうのは、やっぱりこの呼気の瞬発力というか瞬発性というかがないと結構難しいと思います。一定にこう、いい子ちゃんで出してたらかなり難しいんじゃないかなっていうか、それこそまあ普通にミックスボイスとかに寄っちゃうと思います。あとまあその息のって吸う音とかも、なんだろう、その歌の一部にしてる、表現の一部にしてたりっていうのも、アブちゃんさん非常によく使うテクニックだと思いますし、あとね、さっきも出てきましたけど、ディストーションね、がなりとか歪みとかを使う時っていうのも、結構このブレスのスピードが大事なケースも多いので、そうじゃない場合もあるけどね、ケースも多いので、そこに役立ててたりとかもされますね。アブちゃんさんの歌声ってさ、なんかこう、基本的にはやっぱりこうめちゃくちゃ力強い、と思うんですね。まあもちろん繊細な部分もたくさんあるんですけど、すごく力強いじゃないですか、エッジも聞いてて。だけど、なんでしょうか、こう、あまりまとわりつかないっていうか、あんまりこう、胃もたれはしないじゃないですか。スカーって聞いてて気持ちいいじゃないですか。これはやっぱりこの呼気のやり取りのスピード感、息のやり取りのスピード感っていうのが、そうさせてるんじゃないかなとは思うんですよ。もう、次から次へと、走馬灯、走馬灯みたいな感じで、すごい聞いてて気持ちいいですよね。それの要因の一個かなとも思います。でね、これ、よくある勘違いなんですけど、ちょっとだけ息吸って、ちょっとだけ吐いてるっていうのをいっぱい繰り返してるっていうわけじゃ、全くないんですよ。120% 吸って、120% 吐いてるの。これをずっと繰り返してるような感じなんですよね。そうしないと、あの歌い方は厳しいと思います。だし、僕のその、いっぱいいろんな声を使って、歌うっていうのも結構厳しいです。もう、チーズバーガー作るテンションの提供スピードでビッグマック提供してるみたいな感じ。言うなれば。こんなに具材が多いのに、こんなスピードで、みたいな。それぐらいのクルーじゃないとやっていけません。うちでは。はい。だからね、この息のね、スピード、スピーディーな感じを身につきたいっていう人は、もう今すぐ鴨頭さんに弟子入りしてほしい。っていうのは冗談として、まあ、3つ発表してきたことを、まとめますと、かなり地声型であるということ、それからディストーションの支えを常に使っているということ、それからブレスの扱いがめちゃくちゃ、うまい、お上手であるということ。この三つが、まあ、アブちゃんさんっぽく歌っていくポイントというか、アブちゃんさんの発声の特徴だと思います。ですので、ご本人みたいにね、女王蜂の曲歌いたいとか、いう方いらっしゃいましたら、今日の内容、ポイント、ちょっと抑えながら練習してみてもらうと、すごくいいと思うので、ぜひという感じです。今はもう本当に、皆さんが楽器も歌もうまいみたいな時代になってきてますけど、だからその中でいかにこう、尖らせていくかっていうか、生き残っていくかっていうのを考えると、アブちゃんさんみたいな、この、こう、ステータスが、一個一個尖ってるみたいな感じの方っていうのは、なんだろう、いい言葉が思い浮かばないですけど、貴重というかさ、貴重な存在ですよね。これからもすごくご活躍されることと思います。ということで、今日の動画参考になったよ、よかったよという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。あともしね、このアーティストの解説をお願いしたいですとか、リクエストとかあったら、コメント欄に、いただけると、頑張ってね、解説させていただきますんで、私でよければね、と思いますんで、ぜひコメントもよろしくお願いします。ということで、デスノーリーさん、マホンがお送りいたしました。バイバイ。